ます。まあ、僕らに。まあ、僕らに。はい、はい、はい、切り替えて、はい。あの、英語ってあの、これから出てくる文章って、こうなってこうなったみたいな、原因があって結果になるみたいな形。だから、単語それぞれの意味あんまり覚えなくても、こう主語に来るところが原因で、目的語に来るところが結果みたいな形がすごい多いんですよ。なぜなら論説文ばっかり読むから。ね。ね。ちゃんと読む、あの、物語の関係性とか文章の関係性の3文が多いので、で、これちょっとあの、本当に疑わずに信じてもらって覚えたら結構使い勝手いいんで、本当に信じて覚えてください。で、必ず主語、目的語が入るから、あのここに入るの絶対名詞だからね、原因と結果のところに入るのは名詞なんで、とにかく伝えたいこととしては cause とか lead to とか result in とかで、前回やった be responsible for、 多分前回の授業だと俺はこうやって言ったんだろう、一応こういう教え方もできるから多分こうやって言ったと思うんだわ。 S はニョロニョロに対してこうなんか責任を持つみたいな教え方をしたんだけれども、実際責任を持つって言ったら S が原因でニョロニョロになるって考えられるから、そうやったらもう割り切って原因があって Be responsible for で結果が来るみたいな感じで覚えてしまったらいい、うん。まあ、要はあの早く文章を読むときって、ここに来るような動詞来たら主語のところが原因でその結果目的語になったって考えられるから、ちゃっちゃちゃっちゃ読めます。これからあなた方早く読むことも大事になるんで、例えばはいね、でもこれすごい単語もちょっとね3年生のこの時期向けに作ってますから、単語のレベルもそこそこありますよ。頑張ってみんなやっていきますか。一つ目、cause、 原因、cause、結果。The storm caused a disruption in bus service. 一人一人難易度上がってますけど。藤田君、ディスラプション。わからん。まあ、邪魔みたいな感じだね。だ遅延だね。遅延。遅延。ちょっと単語難しいから、ちょこちょこと解読とかします。遅延です。だから、こう訳すの。引き起こすとかじゃなくて、原因、結果で、原因のせいで結果になるだから、台風のせいでバスサービスが遅延したって考えられる。だから言ってること何なのか分かるの？原因のせいで結果になるって全部訳せるから。こんな感じのことをしていく範囲です。ね。台風のせいでバスサービスが遅延したって考えればいいんだわ。台風来たイコールこうなったって考えるって感じ。では次、lead to もそうです。原因、lead to、結果。pay attention in class。ペアテンション大丈夫だね。大丈夫ですよね。注目。そうそうそう。そう、だから授業に注目することが、授業に集中することが、ね、高い点数になった、ね。授業に注目したおかげで高い点数になったのかもしれませんみたいな。こんなこと書いてあります。ハイマークは高得点って意味です。高得点。授業に集中したせいで高得点になった、つまり授業に集中したおかげで高得点になったみたいな、こういう原因結果で書いてくる文章がたくさん出てきます。で、あの有名なやつがリザルトインやな。だから多分学校とかで一度聞いたかもしれんけど、リザルトインに対してほらリザルトフロムはね、これをわざわざ日本語で何々という結果になるとか、結果のおかげでこうなったってやるんじゃなくて、初めからじゃああえて2つずつですけど、リザルトインの場合は先に原因が来て結果で、リザルトフロンの場合は結果が来てから原因になったって考えたらいいだけで、実は結構簡単にできます、これは。はい、ですからリザルトイン、 Your efforts should result in success、 これはさっといけそうやな。はい、あなたの努力のがあったのでうまくいったはずだ。あ、この種類ははずだの種類です。当然の種類ってやつです。この辺はいい勉強になりますね。種類って当然って言ってはずだってありましたね。あなたの努力のおかげで成功したはずだ。こんな言い方していいです。ね、
慣れてきたら多分訳もできるようになります。何々のせいで何々になったをイメージしてなんとなく訳してみては、原因、次じゃあ先ほどできた Be responsible for の形ですね。もうあえてこっちはしましょうか。例えばこれだったら、はい、The freezing weather だからもう本当に、凍えるような、天候やね。中毒のせいで公衆衛生の注目が高まりました。
で次 Be credited with こんなのもあります。難しいけど慣れたらそんなもんです。さあここで滝野くんが一発でドローと答えたらめっちゃかっこいいんですけど、ドローって滝野くんいかがですか。干ばつ。お、いいね。めっちゃ渋いですよ。1400とかね。はい、そうそう出てきます。人によってははい、ドローと was credited with the poor crop。 もうなんか雰囲気でいけんじゃないですか滝野くん。どうですか。干ばつのせいで、うん、作物が、なんていうか、取れないみたいな。あ、いい、そうです。プラトロだから、作物が貧しいだから、貧しい作物だから、干ばつのせいで、作物が取れなかった。作物不足に見舞われたとかね。うん。そんな言い方です。だから、結局まとめると、それぞれの動詞の意味合いを理解しといて、あとはこう流れで訳してるんだ。で、文章の流れで、なんかプラスの意味で言ってると、おかげでみたいな、こういうことですかね。授業に集中したおかげで高得点が取れたとかなるし、マイナスのことだったら何々のせいでとか言っとけばいい。これは本当にちょっと、疑わずに信じてくれて覚えたら、結構これいいっすよ。うん。逆もまたしかり。結果、V、原因。で、これは、やりやすいんが、さっきと比べて、こっちの時はね、いろんな、接続詞、あ、失礼、いろんな前置詞 to とか in とか for とか about とかあるんですけど、 with とかあるんですけど、こっちは from が大体です。 from はもともと後ろからかかってきて何々にの、由来の意味を指すので、はい。今度は逆です。はい、今度は逆です。だから結果は何々のせいだになります。先に結果がきます。 tooth decayOften result from eating sweets。 山田君、トゥースディケイ分かります。虫歯。お、いいね、虫歯。はい、じゃあもうなんか雰囲気でいけるんじゃないですか。訳してみてください。虫歯は、うん、Often、虫歯は、まあ、大体みたいな、大体、大体、うん、甘いものを、うん、食べ物を食べたり、食べ物日本語がそらそら甘いものあ、そうそう、甘いものを食べるとできるみたいな。食べるせいらがいいね。虫歯はよく甘いものを食べるとできてしまうとかね、うん、結果は原因のせいらの形がなっていたら、あとはちょっとね、日本語よくと、まあ、せいらだけでちょっとやりにくいですね、いろいろ、うん、どうですかね、藤田君一発できそうですかね。イグノランス。無知ね。お、いいね。無知ね、うん、まあ、無視でもできんことないけど、多分無知か、まあね、無視でもできそうだけどね。はい、フィアは不安です。はい、どうでしょう藤田君、訳してみて。不安、この不安は、不安になるのは知らないからだ、うん、まあいいんじゃない、そんなに、まあ、この不安は無知から生じているとか、うん、あとはそこに君らの国語力が入ってくる。ただあんまりその動詞それぞれにあんまり単語の意味とかじゃなくて、結果が来て原因が来てるよって考えるやつ、これ arise from もできます。この不安は無知から生じているとか、うん、まあ、無視されてるんだったらこの不安は無知から来ているとか。次が、be attributed to っていうのは、これわけわからん複雑なやつがありますが、これもこうです。結果が来て、be attributed to 原因。さあ、しんぼくん、malnutrition。栄養不足。そう、栄養、これはね、こういう言葉があるわ。栄養失調って言います。malnutrition、栄養失調。さあ、やってみたら。小さな子供の死が、うんうん、栄養失調のせいだ。あ、いいんじゃないですか。小さな子供が死ぬのは栄養失調のせいだ、うん、小さな子供が死ぬ原因は栄養失調にあるとかね、まあ、そんな感じです。流れが分かれば OK です。はい、なんか次のやつやりにくいね。カムフローはやりやすいんですけど、コントリビューション
貢献って意味なんですけどね、なんか違う意味あるのかな、もしかしたら。なんか小説、具体語があるのかな。まあ、売り上げを上げることっていうのが入ってるんだけど、本当にいいでしょ。なんかすげえここに合うようなのがあるのかな。寄付金か。寄付金ならできるか、確かに。失礼しました。私はちょっと抜けてました。寄付金ならできますね。今回寄付金の意味で使ってます。これなんとなくわかるでしょ、これ。後ろ、プロダクトセールスだから、商品の販売や、うん。寄付金とこっちが商品販売やから。花山くんどうですか？商品、うん、寄付金はやってるって思います。寄付金は、はい、あ、商品売れてるなんか。よくあれや、僕たちの商品が1個売れるごとに、うん、貧しい子供たちにワクチンがみたいなやつ。寄付金は、うん、商品が、うん、商品の売れから来ている。あ、そうですね。商品販売とか、商品、そう、売り上げとかでもいいです。売り上げ。寄付金は商品の売り上げから来ているとか、寄付金は商品の売り上げに基づいているとか、なんかそんな感じで言うとしますね。うん。なかなか哲学的なこと言いますね。はい。アグレッション。まあ、なんかその、短気とか怒りみたいな。なんかいい。なんかこっちの方が多いですね。攻撃的な態度。攻撃的な態度。ステムフロン。ステムフロン結構出ますよ、しっかり。ステムフロン結構出ます。Low self-esteem。セルフエスチームってそろそろ抑えたらいいですよ。セルフエスチームってこんなやつです。自尊心って言います。自分のことをきちんと尊重できる心。アグレッションステムスフロンローセルフエスチーム。自尊心がローなんで、まずの身がある。攻撃的な態度は低い自尊心に由来する。あ、いいですね。はい、攻撃的な態度は低い自尊心に由来する。由来するっていい日本語ですね。由来するっていい日本語です。はい、攻撃的な態度は低い自尊心に由来する。で、最後はさっきの言い換えで、例えばさっき Be crazy to be がありましたけど、 to になったらこうなりますね。穀物不足は干ばつのせいだってできますね。こんな感じだから、こいつらってもう、今日だけでも結構いい勉強になりますよ。単語一つ一つ覚えるんだって、結果、原因とか原因、結果っていうのが分かると、うん、スススって読みます。9月から模試増えてるはずですよね。9月、10月だけでもう模試3回ぐらいだよ。10月だけで3回。10月だけで3回。多分、ほんと出会うから。ほんと信じて、めっちゃ出会うから。あ、なんかこれ言っとったやつや、似たやつあるってなるから。うん。あんまり日本語的に考えずに素直に、このまま、あ、これ原因があって結果だとか、結果があって原因だっていうのを理解すること。よろしく。うん、まあここはまだ大丈夫かな。ここそんな出ないんでいいです。まあ、このとにかく2つ、原因結果と結果原因が分かっていると良きです。はい、ちょっと待ってみましょう。ということで、はい、前回ちょっと取り上げたところ出させていただきます。